はい、どうもこんにちは、こんばんは、トウヤです。今回は、尺八の楽譜の読み方についてお話ししていこうかなと思います。で、尺八の楽譜なんですけど、まあ、僕、他の動画でお話しした通り、金鼓流と登山流って大きく2大流派がありますよっていう話させていただきましたけども、今回説明するのはこの中の登山流の方の楽譜になります。で、今回その登山流と金鼓流、まあどっちもそれぞれ一長一短あるんですけど、まあ現代曲中心にやろうと思ってるので、まあそういう意味で、現代曲やっていくにあたっては、まあ登山流の方が都合がいいですね。まあ見てもらえばわかるんですけども、登山流の楽譜の方が五線譜との相性がいいので、そういった意味では現代曲を譜面に起こすのは、まあ、登山流の方が向いてるんですね。なので登山流の方をやっていきたいと思います。そのうち金鼓流の方もやらせていただこうと思いますけど、まず登山流の方をやらせていただきたいと思います。はい、このチャンネルではですね、こんな感じで尺八の基本的なところの知識だったりとか、楽曲のねちょっとしたコツみたいなところとか、そういったところとか、いろいろと尺八に関するいろんな話題とか提供していきたいと思いますので、まあ、よかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、っていうところで早速楽譜の読み方についてやっていきたいと思います。実際の楽譜をまず見てもらうのがいいかなと思うので、こちら出してみますね。多分こっち側かな、この辺に、中心に出していこうと思いますけど、パプリカの楽譜です。以前曲の吹き方っていう動画で、お見せした楽譜ですね。この楽譜なんですけども、一番シンプルなところからお話ししていきますね。楽譜なんですけれども、どうやって読むか、楽譜見ていただければお分かりいただけるように、四角で囲われた中に何かしらの文字がずらずらと書いてある。もうこの四角を一つずつ読んでいくっていうことになります。国語の教科書と同じですね。右上から縦に読んでいきます。縦に読んでいって左の行に移って、一番上からもうまた読んでいく、そういう形で、国語の教科書と同じような、スタイルで、右上から左下に向かって縦に読んでいきます。まずこれが一つ大きな、ルールですね。そしてこの四角一つ一つですけども、これは1小節を表しています。まあ、現代曲のね多くは4分の4拍子だったりするので、この四角の中が4拍の、拍があるっていうのが、まあ多いですね。曲によってはもちろん違う曲ももちろんあります。4分の3拍子の曲だったら3拍ですし、8分の6でも良いし、4分の5拍子だったり6拍子だったりとか、8分の7拍子とかいう、そういう変拍子も含めて全部四角一つ一つが、1小節を表しています。4分の4とかね、今回僕自分が分かるように書いてるんで書いてないですけど、4分の4とかね、4分の3とか、そういうのは、楽譜上に表記されるものです。売ってるものはね、こんな感じで、縦に、並んでるよっていうのが分かっていただければまずはいいかなと思います。で、続いてなんですけども、この一つ一つの文字を見ていただくと、音の名前がそのまま書いてあります。別の動画でね、尺八の基本の指使いっていうところで、ロツレチハっていう指使いですよっていうお話をさせていただいてますけども、その5つの音がそのままカタカナで書かれています。これが、登山譜の、書き方ですね。ロツレチハっていう、まあ他にもタとか、ピーとかありましたけど、まあロツレチハに対してメリっていうものがあったと思います。はい、でメリは、半音のメリと全音のメリと2つありますよっていう話をさせていただいています。説明した動画ではメリと大メリっていう言い方をしていますけども、まあ半音のメリと全音のメリ、メリと大メリっていうのがありますよっていうのを説明させていただいてます。で、大メリとメリの表記の違いなんですけども、メリはカタカナのそのロツレチハの横にメと書きます。カタカナでメと書きます。で、大メリは文字が小さく表記されます。なんですけども、大メリって、ハと、ツの2つ以外はないですね、基本的に。なので、これら以外の、レとかチとか、こういったものに関しては、小文字で書いたとき、まあ、小文字って言い方が正しいかどうかなんですけど、ちっちゃく書いたときには、半音のメリ、通常のメリのことを指します。ややこしいですね。はい、僕もそう思います。で、ハとツは、半音のメリのときは、メ。
とカタカナで書きます、はい、メリをするときはち小文字で書くんだけど、ハとツは小文字で書かれたときは大メリ、その他のときは半音のメリ、通常のメリです。で、ハとツは、メリのときはメとカタカナで横に書きます。パプリカの枠でも出てると思いますけど、例えば1行目の1つ目の1小節目ですね、1小節目の最後の音はハになってますけれども、これは、小文字で書いてちょっと読みにくいかもしれないんですけども、小さく書かれているハは、全音のメリ、大メリですね。です。で、一方、一番最後の、行にしましょうか。一番左側の行、一番上の、小節、ジレジハビーハってなってますけど、このハは横にメと書いてあります。これは半音のメリです。はい、そういう形になります。なので、こんな感じでロツレチハの横にメリの時にメと書いてあったり小文字になったりします。これが、基本的なルールの、になります。はい、まあこれが、楽譜を読む上でまず最初に知っておかないと、できないかなと思うので、まずそこを覚えてください。次は音符をどうやって表記するかについて説明していきます。それがこちらですね。はい、四分音符を基準に考えますと、まあ、四分音符はロ、ツ、レ、チ、ハ、まあ、その音に対して右側ですね、右側に線が引いてあります。これが四分音符です。基本はここを基準に考えていきましょう。で、これに対して普天四分音符というものがありますね。あの音楽の授業とかで習ったのを覚えている方いらっしゃるかどうか、まあ、分かんなければ分かんなくていいですけど、普天っていうものは、音の長さが 1.5 倍になりますっていうものです。あの半分の、なんていうか 5割増し150% の長さで吹きますよっていうものですね。はい、っていうのがつきます。これが、普天がつくと、どう表記されるかっていうと、先ほどの四分音符に対してそのロという書いてあるものの下に棒がつきます。これを普天の表記として、表しています。二分音符っていうのを、はどう書くかっていうと、二分音符はロツレチハの、表記に対して何もついていないものが二分音符です。普天がつくと何もついてないものの下に、線がつきます。これが普天二分音符です。なんですけども、この音符だけちょっと特殊で、全音符の場合も同じ表記をします。3拍の表記と4拍の表記が同じなんですね。これがあまり僕は個人的に好きじゃないところなんですけど、まあ、こういう書き方をします。はい、でこれが、四分音符から、まあ、全音符までの、音の長さですね。続いて、8分音符、16分音符について説明していきますけど、8分音符の場合は、先ほどの四分音符に対して右に点が1個つきます。あの線書いて右に点がちょんとつくんですね。この表記の仕方で、8分音符を表現しています。普天8分音符になればそれにさらに下に線がつくんですね。はい、なんですけども、8分音符って5線符で書くとどうやって書くか覚えてます？鏡文字ならこっちかな、こういうニョロってしたのつきますよね。この音符に対して、あ、逆かな、これに鏡文字だとこっちかな、これに対してこういう形になりますよね。ここを表しているんですと思います。なんですけど、8分音符って単独で出てくるときは、今みたいなこのニョロってのつきますけど、2個続くときは上の棒がくっつきますよね。わかります？上の棒がくっつく表現しますよね。この場合、登山符も同じように棒がくっつくっていう表現をします。で、これが、最初もしかすると四分音符と八分音符の区別でちょっと迷うかもしれないですけども、2つの音がつながっている場合は8分音符を表します。はい、で、16分音符の場合は、ロっていう文字の横に線が2本つくんですけども、16分音符も
先ほどの8分音符と同じように音が連続する場合は上がつながりますよね。つながるときに16分音符は2本でつながると思うんですけど、同じように楽譜を書くときには縦の線、右側に書かれる縦の線が2本になります。これで16分音符になります。これがつながるんですね。あの音が続けばつながります。はい、まあ最初は自分で書くことは多分ないと思うので、読めればいいと思うんですけど、基本的にはね16分音符って4つまでしかつながないですね。だいたい表記上、まあ16分音符も8分音符も多分4つしかつながないのかな。4小節の間で、1,2,3,4 って、8分音符つないで、そこで1個切れてまた4つつながるみたいな感じに表記しますよね。五線譜だったら、まあそんな感じで同じように、登山譜も4つつながったら1つそこで切れてまた4つつなぐみたいな感じで、まあ五線譜と同じような書き方をしますけども、まあ、そのあたりは読む分にはあまり関係ないっていうか、まあ、知らなくても読めるので、そういったところもありますよっていうのだけちょっと豆知識みたいに覚えてる。で、続いて、もうちょっとだけやりますね。で三連譜の場合は、まあその三連にするものの元の、表記は、それぞれありますけども、八分音符の書き方に対して、三連のか、スラーみたいなのを書いて三って書きますね。こういう書き方をします。はい。で、先ほどの話でちょろっと言いましたけど、八分音符とか十六分音符って上がつながりますよね。上つながるんですけども、当然、五線譜と同じように、16分音符と8分音符の組み合わせで、線がつながることももちろんあり得ます。でそれが、まあ、例として挙げているのが、このような感じですね。8分音符と16分音符が2つつながると、まあ、例えばこういうふうな表記をします。はい、まあ、ここまで、おおよそ分かっていただければ、これに、ロツレチハ、それぞれの音がついてくれば、読めると思うので、ここまでをまず覚えてくださいね。はい、ここまでで音符の読み方がここまでになります。休符の話なんですけども、まあ、休符も四分休符から、やっていきましょう。四分休符は、丸です。丸で表記されています。で、先ほども音符で譜点がつくっていう話をしました。休符も譜点がつきますね。はい、譜点四分休符はどうやって書くかっていうと、先ほどの四分音符と同じですね。丸に対して点がつく、これが、四分休符、譜点四分休符になります。で続いて二分休符なんですけども、全休符と二分休符はすごく分かりにくいんですけど、二分休符は上に一つの 三角というか、そのなんだろうな、とんがり山みたいな感じですかね。クレッシェンドとかデクレッシェンドとか、ああいうのと同じような感じですけど、そういった感じで書きます。全休符は下に凸な感じで書きますね。はい、でこれを、五線譜が読める方だったらどういうふうに覚えればいいかっていうと、五線譜の、全休符と二分休符もよく似てますよね。はい、これよく間違えると思うんですけど、まあ最初のうちは上に凸になってると思うんですよ。第3巻かなの間に、書かれる黒い四角が下側の第3線かなにくっついて上向きになっているのが、二分休符、第4線についてて下向きになっているのが全休符だと思うんですけども、同じですね。上に向いてるやつが二分休符で、下に向いてるやつが全休符です。まあそこを分からなくてもっていうか忘れちゃっていても、楽譜上は全休符の場合はその1小節全部丸々音がないので、まあ丸っとないから全休符だな、途中で音が入ってきたり途中で音がなくなったりして、そっからないんだなっていう感じでしか多分使わないので、あんまり意識してそのどっちがどっちって覚えなくてもいいかもしれないですけどね。はい、で譜点二分休符は先ほどの四分休符とかと同じで、先ほどの上に一つの山に対して下に棒が一本つきます。はい、まあこれの基準に覚えた方がいいのかな。譜点二分休符書いた時に矢印になるようになる方が二分休符ですね。はい、まあそうやって覚えてもいいかもしれないですね。今ちょっと思いつきましたけど、八分休符は点
で表記されます、ね、で同様に線がつけば8分不点8分9分です。楽譜の表記としてこの例に挙げてるやつ、線下についてる線すごく長く書いてありますけど、実際はもっとすごく短かったりするんですけど、まあ分かりやすくちょっと書いてあります。実際は多分ねこれの半分ぐらいの長さしかなかったりします。16部9符はどうなるかというと点が2つですね、はい、ちょんちょんってなって、まあ32部9符になればちょんが3つになるし、64部音符になれば、4つになるっていうようなことで、まあそこからは基本的には同じですね。あの5線符と全く同じようなスタイルで、表記されています。はい、ここまでで基本的な音符の読み方と休符の読み方が、分かったかと思います。音と間っていうものがあったのを覚えてますよね。はい、あのオクターブ違いでロツレチハロツレチハっていうのがあります。これをどう表記するかです。僕の楽譜基本自分向けに書いちゃってるからちょっとその辺ねちゃんとしてないところがあって申し訳ないんですけど。間と音は、このように書きます。間の方は、こう音平でぼとかってありますね。最近あんまり若い人だと聞かないかもしれないですけど、契約書とかではね、こうが音に対して何とかするみたいな書き方するのは、ありますけども、こうという字を書いて間と読みます。同様に音っていうのはまあこうオツのオツですね。オツっていう風に書いてあればオツの音で吹いてくださいっていうことになります。はい、大管っていう時には大管とは書かずに、大管の音には、ロツレチハの、カタカナの上に小さな丸をつけます。これね現代音楽だと多分アクセントみたいな感じになっちゃうのかな、なると思うんだけど、ロツレチハのそこに丸がつくっていうのが、表記になりますので、ここを、注意してください。間とオツの表記についてちょっとお話しさせていただいたんですけども、間とオツの、は、曲のメロディーの中で行ったり来たりしますね。あるところまで間で吹いて、どっかからオツで吹いて、どっかでまた間に戻ってみたいなことが、あると思います。あるんですけども、この間とオツの、をどうやって吹くかっていうところが、楽譜で書かれていたりいなかったりします。はい、先ほどは、こうやって書きますよ、こうって書くの間で、オツって書くのがオツですよっていうふうに言いましたけども、そうじゃない時があります。その他のルールっていうのを別で覚えていく必要があります。で、覚えなきゃいけないルールは、まあ、いくつかあるんですけども、基本的にはそうやって吹いた方が楽な方になります。はい、まあ説明すればわかると思うんですけど、ある音の次の音がロまたはツの時には、間の音になりますよっていうルールが、いくつかあります。それは、オツのハの場合、ヒの音の場合、ピの音の場合、そしてリ、コロ、カラの場合ですね。この時の、次の音は、ロまたはツの時は、間の音になります。ちなみにこのツって言ってるのは、メリやオーメリも含みます。はい、わかりました。で、これなんだかわかりにくいと思うんですけど、オツの歯っていうのは一つ上、これ一つ上というかドレミファソラシドでいうところのドの音ですよね。で、間のロっていうのはそれの一つ上のレの音になります。なのでハ、ドの音を、ハですね、ドの音を吹いた次にレに行きたいって思うじゃないですか。普通はオクターブ下のレに飛ぶというよりは一つ上のレにつなぐ方が、まあ多くの場合は自然ですよね。別にオクターブ下のレに行くことが変とは言わないですけど、多くの場合は近くの音に飛ぶ方が自然な流れが作れるはずなので、基本的にはそっちに行きたいはずですね。はい。で、また、ヒとかピっていうのは、大間音に近い、だいぶ高い音ですよね。すごく高い音の、になりますね。で、この音から、
ロとかツとかが出てきた時にはオツに行くことはないですよね。そんなに飛ぶことはないでしょっていうところで、基本的には勘の音しか、ね、ないはずだっていうところで勘になりますね。はい、あと、まあ、リとかコロとかカラとか、まあ、この辺はいろいろちょっと現代曲ではあんまり出てこないと思うんですけど、まあ、こういう特殊な指使いで、これリもコロもカラも全て基本的にはドの音の前後にの音を使う音なんですね。あの歯ですかね、あの指使いでいうと歯の音のちょっと上だったり下だったり、この辺りの音を使う音なんで、この辺りの音が出た時の次の音は基本的には、ロとかツが出てきたら管の音になりますよっていうところになります。あの違う場合は、明確にオツって書かれると思います。はい、じゃないと分かんないですね。あとはまああのその楽譜書いてる人の気分ではちゃんと書いてありますけどね、勘とか押すとかで、僕はあの自分の書いてるやつは自分が老けちゃったりするもんで、あの書き忘れたりします。こういうの自分が書け老けちゃったらそれでいいと思っちゃってるところもあるんで、はい、で抜けてたりすることがありますけど、はい、まあそれは余談ですね。はい、で続いて勘、のロとツ、の音の次の音がハとかヒになっているときは、これは逆にオツになりますよっていうルールもあります。はい、これも覚えてください。さっきの、オツのハの次のロツはカンのハ、ロツですよっていうのがあると同時に、これの次の音がハのときはここもオツになります。はい、これもさっきの同じで、あの音がつながる方が普通は自然なので、まあ、やれば多分自然につながると思うのでわかると思います。で、続いてですけど、あの濁音符っていうものがあります。で濁音符はどこで出てくるかっていうと、僕が、説明した楽譜の動画で言うと、なんだっけ、グレンゲの方に出てきますね。グレンゲの、楽譜だと、一番最初2小節目かな、2小節目にオクターブ例が跳躍するところがありますよねっていう話をさせていただきました。でそのオクターブ跳躍する時の例の音にちょんちょんって点が2つついています。これを濁点というそうですね。あのでこれを、がついている時はこの濁点がついた音はオツですけども、その前後の音は管で吹きますっていう、その音だけがオツになりますよっていうことになるんですね。あのなんでそういう表記するのかっていうと、多分尺八ってあの時々オツの音を入れるといい感じに引き締まるっていうところがあると思うんですけど、まあこれは好みもあるかもしれないですけど、まあ、そういうところがあって、多分もともとその、まあ、古典というよりは本曲かな、本曲とかで吹くときにオツ音をちょっと引っ掛けて吹くみたいなこととかやったりするんですけど、まあ、そういうところに通ずるものがあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ここはちょっとわかんないです、僕想像で言ってますけど、まあ、なんで、その一瞬だけそのオツ音を出したいみたいなことがたまに出てくるので、そういったときに使う表記になりますね。はい、一応ここぐらいまで覚えておいていただければほぼほぼ楽譜読めると。登山譜が読めれば基本的には現代曲は吹けると思います。現代曲の楽譜、まああんまり楽譜売ってはいないんですけど、売ってるものはほぼほぼ、まあ、五線譜じゃなければ登山譜で書かれてることが多いので、まあ基本的にはこれで読めればいいかなと思います。あと僕も自分があの楽譜、YouTube とかに上げるときには基本的には登山譜で表記していくので、まあ、それも、読めるようになるはずです。はい、特殊な表記ももちろんまだまだなくはないですけど、まあここまで読めればあとは、分からなければ分からないなりに多分読めるような気がするので、まずはここまで、読めたらいいんじゃないかなと思います。今回は、こんな感じで登山流の楽譜について説明させていただきました。よかったら、グッドボタンとかチャンネル登録していただけるとありがたいと思います。また次回お会いしましょう。さよなら。